CM 総合研究所が5月に発表した CM 交換要因商品に惹かれた銘柄別トップ10ではナンバーアンダーラインアイが出演するチキンマックナゲットが1位を獲得ナンバーアンダーラインアイのファンたちはこの CM に大興奮爽やかだなナンバーアンダーラインアイのたっぷりナゲット本当にありがとうございます今年の夏はナゲット一択で過ごします 安い、これは買いだ。商在宅勤務の日にご褒美で買って食べますしょ、やた、この夏もナンバーアンダーラインアイとたっぷり行きます、など、彼らの講演に感謝と喜びの声があふれた。CM 総合研究所が5月に発表した、CM 交換要因、商品に惹かれた、銘柄別トップ10では、ナンバーアンダーラインアイが出演する、チキンマックナゲットが1位を獲得。 スノーマンのメグロレンらが出演するキリンビール、晴れ風を抑えての快挙だった。この結果からも、ナンバーアンダーラインアイの好感度と影響力がいかに強いかが伺える。この成功は偶然ではない。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは個々の活動でも多大な影響力を持っている。平野は1月に高級ブランド、ルイ・ビトンとパートナーシップを結び、 さらに高級コスメブランド、イブ・サンロー・ランボーテのアジアアンバサダーにも就任した。彼が着用したビトンのアイテムは即完売し、イブ・サンロー・ランボーテのアンバサダー就任発表日には店舗前に長蛇の列ができた。また、平野のインスタグラムのフォロワー数は427万人、神宮寺は203万人、騎士の X、旧ツイッター、のフォロワー数は81.5万人を誇る。 これほどの拡散力を持つ彼らを広告に起用したいと願う企業は数多いだろう。7月9日には、ナンバーアンダーラインアイがニューズウィーク日本版の表紙を飾ることが発表された。特集は、世界に挑戦するエンタメ2024。彼らが世界に挑戦する姿勢を象徴するこの特集は、多くの読者にインパクトを与えるだろう。地上波テレビの音楽番組でも引っ張りだこで、 7月3日放送の 2024FNS 歌謡祭夏では、平野と中島健との絡みが話題となった。旧ジャニーズタレントとの共演も問題なく、国内での活動は順調に進んでいる。さらに、彼らの夢である海外進出も本格化している。4月には、アメリカ・カリフォルニア州で開催された世界最大級の音楽フェス、コーチャ・ラ・バレー・ミュージック・アーツ・フェスティバル2024に出演し、 世界的企業であるマクドナルドの CM に起用され、ニューズウィーク日本版でも特集を組まれるなど、準備は万端だ。平野と神宮寺が戸部に合流したのは昨年の7月7日。それから1年、環境も体制も整い、彼らは今後、より世界を意識した活動を展開していくことになるだろう。今年の夏も、ナンバーアンダーライン愛の勢いは止まらない。 このような成功を収めるまでの道のりは決して平坦ではなかった。彼らは多くの困難を乗り越え、その度に成長を遂げてきた。例えば、デビュー当初はその若さゆえに経験不足を指摘されることもあった。しかし、彼らはそれを糧に努力を重ね、舞台やテレビでのパフォーマンスを通じてファンとの絆を深めていった。彼らの真摯な姿勢と努力が、多くのファンの心をつかみ、 今の成功へとつながっているまた彼らは単なるアイドルではなく社会貢献活動にも積極的に取り組んでいる平野は児童養護施設への支援活動を行っておりその姿勢は多くの人々に感動を与えている神宮寺は環境保護活動に熱心でプラスチックごみ削減キャンペーンの顔として活動している岸も動物保護活動に参加し保護犬の里親探しを支援している こうした社会貢献活動を通じて、彼らはアイドルとしてだけでなく、一人の人間としても尊敬される存在となっている。これからのナンバーアンダーライン愛の展望は明るい。彼らはすでに日本国内での地位を確立し、次なるステージである世界へと歩みを進めている。彼らの音楽やパフォーマンスは、国境を越えて多くの人々に感動を与えるだろう。そして、彼らの努力と情熱が、 新たなファンを獲得し続けることは間違いない。彼らの成功は、日本のエンターテインメント業界全体にも大きな影響を与えている。彼らが築き上げた成功のモデルは、多くの若いアーティストたちにとって希望となり、夢を追い求める原動力となっている。彼らがこれからも新たな挑戦を続け、その成功を収めることを、多くのファンが心から応援している。n o ア i の未来は、 彼ら自身の努力とファンの支えによってさらに輝かしいものとなるだろう。彼らの物語はまだ始まったばかりであり、これからも新たなチャレンジと成功が待っている。その成長と進化を見守り続けることができるのは、ファンにとっても大きな喜びであり、誇りである。今後、彼らがどのような道を歩み、どのような成功を収めていくのか。その答えはまだ誰にもわからない。しかし、 一つだけ確かなことは、彼らの情熱と努力は決して無駄にはならないということだ。彼らの物語は、これからも多くの人々に希望と感動を与え続けるだろう。ナンバー・アンダーライン愛の成功には多くの要因が絡み合っています。彼らの情熱、努力、そしてファンとの強い絆がその基盤となっています。彼らのストーリーを深く掘り下げると、 多くの興味深いエピソードや感動的な瞬間がが浮かび上がります例えば、平野が初めて大きな舞台に立ったとき、緊張で言葉が詰まり、パフォーマンスが思うようにいかなかったことがあります。しかし、その後彼は練習を重ね、同じ舞台で見事にリベンジを果たしました。その姿は多くのファンに勇気を与え、彼のファンベースを一層強固なものとしましたまた。 神宮寺が環境保護活動に参加する際には、自ら海岸の清掃活動に参加し、その模範的な行動がメディアで大きく取り上げられました。これにより、彼の誠実さと真摯な姿勢が広く認識され、多くの支持を集めました。岸の動物保護活動も見逃せません。彼は自ら保護犬の里親探しに奔走し、その努力が実を結び、多くの犬が新しい家族に迎えられることとなりました。 彼のこの取り組みは、動物愛護団体からも高く評価され、社会的な影響力を持つ活動として認識されています。これらのエピソードは、彼らが単なるエンターテイナーであるだけでなく、社会に対しても積極的に貢献していることを示しています。彼らのこうした姿勢は、ファンにとって大きなインスピレーションとなり、彼らを応援する理由ともなっています。さらに、彼らの音楽活動も重要です。 彼らの楽曲は、単に楽しむだけでなく、深いメッセージ性を持つものが多いです。例えば、平野が作詞作曲した希望の光という曲は、困難な時期を乗り越える力を与えてくれると評判です。この曲は、多くの人々にとって励みとなり、困難な状況に立ち向かう勇気を与えています。また、神宮寺が手がけた地球の歌という楽曲は、環境保護をテーマにしており、 その深いメッセージ性と美しいメロディーが多くのリスナーに感動を与えました。この曲を通じて、彼は環境問題への関心を高め、多くの人々に行動を促すきっかけとなっています。彼らのこうした活動は、エンターテインメントの枠を超え、社会全体に対する影響を及ぼしています。彼らが作り出す音楽やパフォーマンスは、人々の心に響き、 多くのの人々にととっってて生きるる力や希望となっているのです彼らの成功はまた若い世代にとってのロールモデルともなっています。多くの若者が彼らの姿を見て自分自身の夢を追いかける勇気を得ています。彼らが示す努力と情熱の重要性は教育現場でも取り上げられ子供たちにとっての学びの一つとなっています。彼らの活動はファンとの強い絆を基盤にしています。 ファンイベントやコンサートでは、彼らは常にファンに対する感謝の気持ちを忘れず、一人一人とのコミュニケーションを大切にしています。彼らのファンとの絆は非常に強く、その温かさが彼らの魅力の一部となっています。また、彼らの SNS 活動も非常に活発です。彼らは日々の活動やプライベートな瞬間を SNS で共有し、ファンとの距離を縮めています。 平野のインスタグラムや神宮寺の X、旧ツイッターは、彼らの素顔を垣間見ることができる貴重な場となっており、ファンとの絆をさらに深める役割を果たしています。